どうもピーコスヤです。ゆうせいです。ひろみちです。はい、ということで決まりましたね。今回なんですけども、はい、制限金沢について、石川県の制限金沢について今回のPコースで話していきたいなと思ってますと、はい、で一応まあもう早速なんですけど、制限金沢の紹介についてちょっと、はい、ひろみちくんの方からね、簡単にお話ししていただければなと思います。調べてきた、任せてください。さすが地元。はい、そうは言っても、簡単に制限金沢の紹介させてもらいますと、はいはいはい、 J2 に所属してます。おー、はいはい、J2 所属ね。まあ J リーグに参戦したのは2013年。あ、2013年だよ。 JFL とか、あ、そもそも J3 がなかったから。 J3 なかった。あ、そうや、 JFL だった。 JFL だった。で、 J3 に2013年に参入して、2014年にはもう J3 で優勝して J2 昇格。むっちゃ早いんや。早い、結構昇格早かった。すごいな。あ、そんな感じやったんや。知らんこと。もともとは水源金沢の前身なる金沢サッカークラブ。ああ、金沢サッカークラブ。金沢サッカークラブ、少年団みたいな。そうやな、そう、少年団みたいな。少年団が1956年に誕生する。だから歴史めちゃめちゃ長いから、一番古いんじゃん。一番古いんじゃん。ちょうどその50年後、2006年に本格的に石川県から J リーグ入り目指そうっていうので、時間かかったな。そうそうそう、時間かかった。50年という歳月だ。名前も杖源金沢っていう名前に、あ、その時に変えたんや。そう、本格的にね。俺大阪出身やからさ、あ、そうか、石川県星稜高校に来るまで杖源金沢って存在知らんかった。まあそれはそうやわな。でもそうかも、FL というか J リーグのクラブでもなかったからさ。そうか、当時は。でもその J リーグ目指そうってなってからは結構ポンポン、確かに結構早いんじゃない、制限ができてからは。早いイメージあるから。概要的にはこんな感じ。なるほど。今回、はい、ちょっとポイント3つ、おい、ちょっと絞ってきました。え、整理道してきた。整理道、整理道、ちゃんとポイントようやく道した。整理道って大丈夫、なんか言え。俺全然違うと思う。ポイントようやく道ね。じゃあまずポイント1つ目、はい、制限金沢の名前の由来について。おお、名前の由来ね。名前の由来、金沢弁。金沢弁、金沢弁でなんか強いんだみたいな。俺ら強いげんっていう。ダジャレ、強いげん。ダジャレです。ダジャレ、ダジャレ、方言、方言、げんげん言うとったんだ。そうやろ、石川のやつら。俺ら強いげんとか、強いげん、そうが強いげんってことだよ、多分。強いげん金沢、これ強いげん金沢、強いげん金沢って弱そうやから。あと一つあった。あ、あるの、これは知らなかった。ドイツ語で数字の2を意味するのがツバイ、進むっていうのを意味するゲーンっていう言葉があるらしくて、チームとサポーターともに進んでいく、あ、っていうので、そう、あのツバイとゲーンを掛け合わせて強いげん。ちょ、それも無理やりじゃない。え、まあまあ、つばいげんよ、それやったら。それと、それと、そう、金沢弁げんをかけて、かけて、強引やな。金沢弁に寄りすぎやろ。どっちかというと、どっちかというと、後付けやろ。めちゃくちゃ調べたよ、何かかかってる。言うな、言うな、それ。ポイント2つ目、育成が充実している。育成のイメージあんまないけど。育成のイメージごめんやけど、あんまないわ。ユース年代は、ボクシングプリンスリーグ、去年だったら2位になった。星稜よりも上。そう、星稜高校も今プリンスリーグやった。プリンスリーグ、高円宮原、で、全国2位とか、準優勝とかにもなっとったことあったから。マジで、うん、めっちゃでも強いんやなと思って。結構その県外から、あ、まあまあそうやな、結構やっぱ人取っとるんかな。半分以上県内の選手で、もう制限のジュニアユース年代からそのままアンダー18に昇格した選手がめちゃめちゃ多くて。なるほど。だから本当にそう、石川県民であそこまで来たぐらい。あ、今までって俺らって高校行くってなったらやっぱり石川県は星稜高校が一番で、今それにじゃあこうクラブチームっていう、制限っていうクラブチームも選択肢として入ってきてるってことだよね。そうそうそう、いや入ってきてるどころが多分その上なんで。上ないいやいや、それは星稜の負けんなよ。実際ジュニアユース、中学からユース、そこからトップっていう、そのエスカレーター、エスカレーターみたいなのも上がってる選手もおるんで、今シーズンからトップ昇格してる選手もおる。あ、おるんや。だから
ちゃんとその下から下からでちゃんとクラブチームしてんねや。それ充実してるわ。ちょっと制限これ舐めてたわ。知らんすぎた、ね、知らんすぎて最近ね。そうか、それはすごいな。じゃあポイントの3つ目いきます。はいはいはい、今在籍している石川県出身の選手。おお、今シーズンの石川県出身の選手は5人。お、結構多い、増えました。まずゴールキーパーが上田一樹選手。上田一樹選手、この選手は、あの石川県の内灘出身で、制限のジュニアエースに進んで、ユースでトップ昇格を果たして、なるほど、充実してるな。その選手、確か代表とかもやってたわ。キーパーででもそれってすごいね。すごいすごいすごい。で、ゴールキーパーもう一人、マックン。マックン、マックンです。マックン、三浦元明選手ね。広道中学一緒やからね。一緒のチーム。そうだね。そうそうそう。中学の途中で、もうマックンめっちゃ身長でかい。良くなって、もうキーパーに転向するって話になって、ヒロミチがおったからフィールドじゃ無理やってなった。あーかもしれんな。あ違うわ、モックは俺のおかげでプロになりました。顔でかいだけやろ。レースも背負って、波本ライ選手。おー、波本ライ選手、ジュニアユース、ユーストップ職じゃないけど、実は少年団がセイヤと同じ FC トンド。え、ちょっとマジで FC トンド、トンド。おい、マジかよ。ジュニア入るとしたら石川県のみんなはトンってくださ。ちなみにヘミニスからモックに配置されたヘミニスもね。で、次フォワードね、ハヤト。大谷ハヤト。それはわかるかも。同い年やった。同い年やった。そうそうそう、めちゃめちゃ速かった。足速いっていうイメージ、なんかエピソードない、あいつのイメージはな、めっちゃアホだよ、なんか、めっちゃアホっていうか天然のイメージしかない。すっごい抜け取るイメージ。そう、今もめちゃめちゃ速いし、めちゃくちゃ速いんだ。めちゃめちゃ速いし、まあ速いやろうな、より速くなってそうやもんな。最後、最後、我らが豊田洋平選手でございます。洋平選手、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 選手、違うけど、両手選手。俺らの選手権の時には、佐賀牛をくれた。佐賀牛ね。そう、わざわざ、あの、ね、ホテルまで来てくれて。確かに。俺は一発ギャグしたよ。そうやっけ？覚えてないやろ。全然覚えてない。結構おった、結構おったね。今まではちょっとその杖源地元やけど、あんまり印象なかったというか、こうあんまりね、清涼っていうところにおったからあれやったけど、今やっぱりこれだけ強くなってきて、育成もちゃんとしててなると、P コースとしてはこう全力で、今後ともぜひちょっと P コースで応援させていただきたい。勝手に応援させていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。ピッピッピー、試合終了。いやー、結構内容充実 してた気がするんやけど。いや、全員なんか調べれば調べるほどさ、普通にすごいチームやん。なんか俺らこんな、 なんか偉そうに語っていいんかなみたいな思ってきたけど、まあまあいいよいいよ、まあ、やっぱり俺らが広告することが大事やから、うん、別にメリットしかないやん、うん、いやでもね、なんかよかったね。なんかこう結構調べてたね、思った以上に。いや、なんか調べたら、やっぱちゃんと地元、もう俺もせいやも石川県民やから、うん、ちょっと愛が出た。そう、やっぱちゃんと応援もせんとなって思った。あー、そうだね、確かにね。いやでも、せいや そんな強くなってるって、なんていうの、その確かになあ、びっくりした。いやなんか、自分がこう石川県で、例えば子供生まれたりしてサッカーを教えるってなった時に、今まではこう清涼とかやったけど、うんうん、今やったらもしかしたら俺杖源かすかなとか思うもん。すごい、まあ、だってそれがプロの近道というか。そう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 、だから多分そう思ってる、まあこう人たちも多くなってきたっていうことはすごいいいことだよね。なんか豊田選手に繋がりたい。豊田選手に、余平選手に、やっぱり繋がり、やっぱコーチ伝いで行く。それから監督、一回監督アプローチ。これ見てんじゃん。あ、余平選手見てますか。おい、さすがに見てるやろ。あの人は見てるよ、やっぱり見とる、うん、で、あの、じゃあいつものやつでやろうっつって、あの、ここ来てくれるわ。確かに。いや、てか俺らがちょっと、あ、行きます、行きます。金沢行くんで、行ってもうなんか全ての環境整えるんで、ぜひちょっと階段だけ、お願いします、お願いします。